まずいつものウォームアップメニューからね。はい。軽くストレッチした後、グラウンド20周。その後腹筋背筋20回ずつセット。手は頭の後ろ、足は閉じて、腕立て10回のセット。終わりにクールダウン。よし、練習開始。じゃあ今日はここまで。大丈夫、芹沼さん。大丈夫。すごい、生まれたての小鹿みたいだよ、芹沼さん。そりゃ大丈夫です。いや、本当は大丈夫じゃない。そりゃ、痩せて体は動くようになったけど、もともとインドア派だから筋力ないの忘れてた。今日は特訓やめとこうか。少ないですか。きちんとテーピングしておけば怪我を防げますから。うん、いい感じ。ありがとう、チューマくん。さすが保健委員だね。あ、いえ、これくらい。差し入れだよ。ありがとうございます。ぶっちゃけどう思う？え、芹沼さん？そうそう、失敗だったんじゃないの？今日も全然ダメだったじゃん。何あれ。うん、でも今さら他の人誘うのも無理なんじゃない？諦めるしか。頼っといて、それはねえんじゃねえの。やべ、つい俺には関係ねえだろ。奴らが失敗だったっていうわけだわ。あのさ、試合辞退したら。え、今だったらまだ間に合うんじゃね。初心者以下のミラクルを起こされても試合になんねえよ。嫌だ。は？七島くんは正しかったよ。私、甘かった。何でもできるような気でいたけど、そんなわけないよね。でも一回引き受けたんだもん。放り出したくない。しょうがねえな。もう一回やってみ。インパクト時に変な癖ついてんだよ、多分。足首か足の振り抜きか。放り出したくねえんだろ。だったらやれるだけやれ。サポートはしてやる。うん。なぜかナナがいる。本当だ。あれだけ短歌切ったくせに戻ってくんの早いですね。まあまあ、仲良きことは美しきかな。だよ。タイム。一点先制されたままロスタイムか。残り2分あるかないかくらい。そうですね。これはきついな。考えがあるんです。次のスローイン私に繋げてください。何すんの。どうしようもないよ、今からじゃ。ダメだよみんな。諦めたらここで試合終了ですよ。いや、それはボスケでは。でもすごい説得力。敵ゴールにすっげえ近いけど。クリアされたら終了ですね。セリヌマさんに渡ったけど背中向けちゃってますよ。シュートのチャンスあるかどうか。ぜっ、そのままなんだ。
投げて。